どうもルーベっぽい動きで登場しました、フレームの YouTube チャンネルへようこそ。ようこそ。はい、今日は前回コチョさんのバイク紹介をしたんですけども、名古屋に来たからにはもう一人紹介しないとダメな人がいるということでですね、じゃん、358TV の358さんです。はい、どうも358でございます。皆様どうも、どうもどうもということでですね、今日は358さんが乗っているロードバイクをそうご紹介したいと思います。そうです。はい、じゃあ358さんはロードバイクを乗っていて、かつ大食いもやっているというですね、いわゆる宮本武蔵のごとく二刀流で YouTube チャンネルをやっている方でございます。どうも。はい、 YouTube 見るとですね、大食いの動画と自転車の動画が両方上がってるんで、まあ興味がある人、知らなかった人はぜひ見てみてください。ぜひチェックしてください。はい、でそんな358さんが乗ってるロードバイクはこの何でしょう。スペシャライズドのルーベですね。ールーベディスクコンプっていうタイプに乗っております。素晴らしいですね。いわゆるスペシャライズドのエンデュランス系の、そうですね、乗り心地良きな良きな良き良きなロードバイクでございます。良きでございます。はい、いろいろと実はですね、はい、いじっているので、まあ、それも詳しく見せたいんですけども、やっぱルーベの特徴といったら何といってもここですね。まあ実はちょっとこう最近リコールがあったんですけども、まあまあまあそれは置いといて、これ何なのかというとですね、このステムのここの部分ですね、こう若干こうね、サスがついてるんですね。サスがついてるんですね。そう、ここで細かい振動がちょっとこういなしてくれるというか、そんなような仕様になってます。ここがなんといってもルーベの一番の特徴なのかなと。そうですね。あとこの辺もね、ちょっとこうこの子がちょっと長く取ってあるというか、そうシートポストのここの部分で、はい、取ってると。なんでここの振動揺れを吸収したり、うん、ここのシートポストの上のところにゴムが入ってたり、ここね、そうなんです。とにかく振動吸収性に優れたルーベっていうのかね、パリルーベとかね、パリルーベ、そのような異名を持ちますけど、そんなところでも走れますよというロードバイクです。はい、はい、じゃあちょっと細かいコンポ見ていきましょうか。ほんじゃね、そうですね、じゃあまずコンポですね、見ていきましょう。メインコンポは7なんと、はい、オール105ではなく、はい、オールアルテグラ、アルテグラですね。8000シリーズ、8000シリーズですね。これになっております。はい、ね、間違いないいいグレードのやつで、なんとちょっとパワーメーターがね、はい、ついてますね。どうですか、パワーメーターつけてやっぱりあの管理とかいろいろしやすいですか。そうですね、しやすくなりましたね。まあ同じ赤で統一感を持ってね、そうです、できてます。通称おにぎりと言われておりますけどね、うん、そうおにぎりくんでございますねで、あとはね、ディスクブレーキついてます。はい、一応スルアクセルなんですけども、サンゴアスさん最近ローラー台よく乗ってて、そうこれね、何のクイックリリースがついてるんですか。これはここはですね、ミノウラのアダプターをつけた、クイックリリースに変更、今のところはしてあります。あ、なるほどね。だからまあいつでもローラー台すぐ乗れますよって、スルアクセルだけどっていう、はい、そんなような感じになっております。で、あとハンドルですね、この辺もちょっと特徴的だと思います。通称カモメハンドルと僕は勝手に呼んでますけども、エアロフライ、エアロフライですね。スペシャライズとか作ってるちょっとこうシャッとね、シーっていう形をしているので、これも空力的にもすごくいいらしいですね、これはね。で、あとアップライドにもなるので、楽な姿勢で走ることができるようなやつだと思います。で、ホイールドンドンときましたけども、はい、これロバールの SLX24、はい、というね、ホイールがついていると。そうなんです。これもともとついてたやつ。そうなんですよ、これね、もともとついてるタイプとそうじゃないタイプと2種類あって、価格を考えるともともとつけた方が割安だって。あ、そうなんだ。そういうね、違いました。ロバールですよね。ロバールで、今ついてるタイヤ、タイヤがですね、はい、いわゆる今をときめくコンチネンタルのGP5000 でございます。5000ね、はい、僕もそうですけどね、4000つけてる人が多いと思いますけど、今話題の5000、新型のモデルでございます。はい、僕はちょっとまだ乗ったことないんですけども、最近ですか、これもやっぱ変えたのは。そうですね、もう発売してすぐにとりあえずつけてみようと。なるほどね、はい、で今ちょっと乗ってみている途中みたいな。そうですね、1個前のやつと比べてここがないですね。そうですね、この部分の溝というか、うん、でサイドにこうレーザーでこう削ったような模様というのかな、これ多分グリップがよくこういった時にグリップしてくれるのかななんて思いますけどね。うん、そうですね、
ちょっとそんなような新しいコンチネンタルのタイヤでタイヤがついていると。よくよく見るとこういうところに5000っていう、ね、数字が、ね、彫ってあったりするんですよ、ね、本当だなるほどね、分かりました。ちなみにこの辺が5236定番のものがついていて、はい、アルテグラ、これは枚数は何枚なんですかね。これはね11の28ですね。28ね。あ、じゃあもういわゆるスタンダードな形なのかな。そうなんです。でここもまた特徴的な、そうこれはね TNI のビッグプーリー。ビッグプーリー、はい、どうですか。ビッグプーリーはホイールを変えるのと同じような感覚になりますよっていうことで変えてみたんですけど、はい、確かに出だしのヌルヌル感がかなり上がる。もう間違いなく上がりますね。へえ、そんな変わるんだ。ビッグプーリーってそうですね、コスパは結構いいんで、うん、おすすめっちゃおすすめですよ。ホイール高いやつを変えるよりも一回これ変えてみるとそれなりにおーってなるかもしれない。わかりました。じゃあハンドル周りいきましょうか。それじゃあハンドル周りですけども、サンゴラスさん結構またね特徴的な感じになっております。まず、はい、サイクルコンピューターがガーミン、ガーミンのものがついております。これいくつですか。1030ね、一番いいやつがついてますね。スマホみたいですねでマウントはレックマウントを使っていて、はい、こっち側に GoPro で、もう片方にもライトがつけられるようになっていて、で実はガーミンの下にもこうねライトがついてるんですよ。ここにね、そうなんです。これファブリックのライトがついていると、の、はい、このガーミンとこう互換性のあるような感じ。そうなんですね。だから全然目立たない。僕最初気づかなかったんですよね、これね、まあ、こういうライトもつくので、まあ、常用のライトでもいいですし、ちょっと補助用のライトとしても使えるのかなみたいな感じかな。そうですね。でステムの上にもマウントついてるんで、おマウント GoPro マウントが山ほど3つ全部であるとということですね。そうですよね。素晴らしい、いいね。あ、よいしょ。ベルはノグの綺麗な音のするやつがついてますね。はい、あ、あとこれか、後方確認できるように右側にこうねバックミラーがついてもらいますけどもね。これはね結構ね便利ですよ。本当思ったより便利です。結構見えますよね。僕も使ってきたことあるけど、うん、結構見えますよねこれね。そうですね。はい、そうしましたら今回ですね、大食い兼ロードバイカーな358さんの愛車をですねご紹介させていただきました。スペシャライズドのルーベディスクコンプ。あ、よかった、合ってたはい、でございます、はい、非常に乗り心地が良くていいバイクだと思います。はい、まあ、ぜひね358さん見かけた方は声かけて一緒にランチでも行ってみてください。そうですね、はい、ぜひぜひ声かけてください、はい、次回の動画お楽しみに。もしもね、あ、358さんいいじゃんと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。358さんのチャンネルもぜひチェックしてみてください。はい、はい、じゃあ、今日はこのところでありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、バイ。ルーベの真似、ルーベの真似、ルーベの真似。